ん、こんにちは。花城ココアです。以前ね、私がどこでお洋服を購入してるかっていう動画を出したんですけども、その際にね、コメント欄でたくさんいただいたことがあるんですよ。そう。下着はどこで買ってるの？ココチューブ！これはね、皆さん知ってるかと思うんですけども、だいたい市場に売られてるブラジャーっていうのは、Gカップまでがギリギリなんですよ。たまーにIカップもあるよっていうお店もあるんですけども、なかなか売ってなかったりとか、可愛くなかったりとか、お値段が高いとか、いろんな悩みがあると思うんですよ。そこで今回は私が普段着けている下着について紹介をしたいと思います。でですね、先ほど市場に売られてるのはIカップまでが多いですっていうことをお話ししたんですけど、私のサイズは K、しかもアンダー90。K カップのアンダー90なんて市場で売られてるのを、まーず私は見たことがないです。もちろん探しました。探したけど、どこにも売ってない。たまにね、3L、4L サイズっていうのがあるから、それを買えばいいじゃんって言われることが多いんですけど、多分なんですけど、4L サイズって G カップぐらいまでしか対応されてないんですよ。なので、全然私には適用されないんです。通販サイト見てもね、K カップ売ってるとこって本当になくて、海外製のもの買えばいいじゃんって言われるんですけど、海外のサイトっていうのは日本人と骨格が違うから、なんかちょっとフィット感とかがなかったりとかするんですよ。そんな中、唯一一つだけ私のサイズでも売ってるブラジャーがあるので、それを紹介していきたいと思います。ココチューブ。では早速最近購入した下着の紹介をしていきたいと思います。いつも買ってるっていうサイトはルイ・グラマラスというサイトです。ここはすごくて、F の65から L の100まであるって書いてあります。ただね、私が検索したところはですね、今サイトで扱ってるのは K の90まででした。なので私がギリギリ、サイズが大きければ大きいほど種類は少なくなっていくんですけども、それでも K の90の私でもちょっとだけ選べるぐらいの種類はありました。まずはこちら、じゃん。シーグリーンというブラジャーです。お値段が4730円でした。大きいサイズなのに可愛くないですか？しかもお値段が安い。サイズも K の90です。このね、ワイヤーもしっかりしてるから、胸をちゃんと固定してくれるし、デザインも涼しげで可愛いんですよ。このようにね、水色生地にレースがつけてあって、上にね、縁取りでまた青いレースがあって、とっても可愛いデザインです。あと私好きなのが、裏のね、カップの部分がね、ツルッとしててシームレスになってるとこなんですよ。本当にね、安定感が半端ないんですよ。胸が大きいとね、とにかく揺れる。で、すっごい痛くなるんですけど、これはね、ホールドされてていいです。一応、パッドもついてきたんですけど、パッドつけるとね、本当に主張が激しくなっちゃうので、普段私はパッドはつけずに使っています。ちょっとね、パッドを入れないとね、ここがボワボワ感はあるんですけど、フィット感がね、半端なくて気に入ってます。ブラジャーってね、通常ここのホックが2つだったりとかするんですけど、F カップぐらいからかな、サイズが大きくなるとね、3個になるんですよ。だから安定感もバッチリ。逆に大きいサイズで、ホックが2つしかないのって見たことないですね。これはね、結構お気に入りです。デザインが可愛いのはもちろんなんですけど、機能的にホールドされてる感が半端ないです。ただね、このブラジャーをつけてると、胸がボンってね、主張されすぎちゃうんですよ。まあ、いわゆるロケットおっぱいみたいな形になって、すっごい素敵な形にはなるんですけど、逆に言えば、胸がそのままボンと出てしまうので、ちょっとね、胸の主張が激しくなっちゃうんですよ。なので、お洋服によっては、胸主張しすぎじゃないっていう感じになっちゃうので、そういう時はこれはつけないようにしてます。でも、安定感があって、可愛くて気に入ってまーす。ちなみにこのサイト、セットで 3L までだったら、ショーツも買えるんです。こちらは1210円でした。大きいサイズになるとね、下のね、ショーツだけはね、違うのになっちゃうよっていうこともあるんですけど、上下揃ってるとね、テンション上がるので、セットで買えるのは嬉しいです。手軽にサイトでこうやって大きいサイズが買えるのはありがたいですね。続いてはこちら、じゃん。イノセンテブラです。お値段4730円でした。先ほどのとは違ってフェミニンな感じのブラジャーです。あとさっき
と違うところといえば、裏を見ればわかるんですけど、結構柔らかめな素材です。これもねパッドがねついてきたんですけど、私はパッドをつけないで使用しています。このねピンクっぽいお花柄に黄色いレースがあってね、春っぽくてすごい可愛いんですよ。可愛い。このブラジャーはねホールド感はそこまでないんですけども、胸をね主張すぎないでコンパクトにしてくれるところが気に入っています。これはね優しくね丸い形にしてくれるので、大きさを抑えて小さめに見せてくれるブラジャーです。どちらかというと私はコンパクトに見せるブラジャーの方がお洋服との相性もいいので気に入ってます。真ん中にピンクのリボンがあるのも可愛いですよね。後ろももちろんホックが3個ついています。これね見た時はねすごい可愛いなって思ったんですけど、つけてみて気づいたのが、このね重なってるレースがねふわふわしてるから、夏場とかの薄い服装をするとね胸の下がねごわついてしまうんですよ。そこだけ難点なんですけど、このレースがあるから可愛いところもあるので、なんとも言えないんですけど、デザインを選ぶか機能を選ぶかっていう感じですね。でも色合いはねすごい気に入ってます。このブラジャーもですね、なんとですねショーツもセットであるんですよ。これもね1210円です。このね紐パンみたいになっててね可愛いんですよ。ということでこれもセットで購入ができました。続いてがこちら、ブリースブラー。お値段が4730円でした。ザ、可愛いピンクのブラジャーっていう感じ。これも結構ね、胸をね、丸くしてくれるので、ボーンと胸が出ないで主張しないで押さえてくれるブラジャーです。これよくあるなんか定番っぽい感じですけど、ピンクにお花っていうね、すごいスタンダードな可愛いデザインだと思います。裏もホックが3つついてます。そしてね、これもね、カップがね、付けられるようになってるんですけど、私は使用してません。いつもね、このルイグラマルさんって、絶対にパッドが付いてくるんですけど、使わないからね、このように大量のパッドが残ってます。どうしてもこうやってね、パッドを集めてる人みたいになっちゃってます。今まで紹介したブラジャーよりも、一番使いやすいブラジャーだと思います。胸の大きさを抑えてくれるっていうのと、そこまでゴワつきがないということで、どんなお洋服にも合う形だと思ってます。結構ねブラジャーってワイヤーが出てきちゃったりとかするんですけど、ルイグラマルさんはしっかりしてて長持ちしやすいです。お値段もね5000円しないぐらいで買えて、長持ちもしてデザインも可愛いのがたくさんあるので、すごい嬉しいですね。こちらもね同じように 3L のショーツが売られてたので購入しました。フルカップのブラジャーもあるんですけど、4分の3だとお洋服に響かないので、フルカップのブラジャーを買うことがないですね。今回買ったね全てのブラジャーも4分の3カップです。ということで、私が購入したブラジャーとショーツの紹介でした。続いては番外編なんですけども、同じくルイグラマルスさんで購入したキャミ付きのブラジャーを紹介したいと思います。じゃーん、こちらキャミブラジャーです。よく売られてるブラトップってキャミソールにカップが付いていてワイヤーはないですよっていうタイプなんですけど、これはワイヤーも付いてますし、カップはもちろん後ろのねフォックも付いています。なのでキャミにブラジャーが付いてるというよりも、ブラジャーにキャミソールが付いているという感じの商品です。どうせね、ブラジャーをつけてもキャミソールを上から着るので、これがあるとね、一石二鳥ですごいありがたいです。あと、いいところは、ブラトップって明確なサイズがなくて、L とか 3L、4L っていう表記なんですけど、これはですね、自分のサイズに合わせて購入することができます。なのでこれも、K の90のブラトップなので、もうフィット感が半端ないです。ただね、私購入するときにこれブラトップと同じで、後ろのね、ホックが付いてないものだと思ったんですけど、付いてるもので、付ける時がね、ちょっと大変なんですよね。正直私はここの、ホックの部分はいらなかったかなって思います。着づらいので、ここだけ切っちゃおうかなって思うぐらいちょっとね、私にとってはいらないかなって思ってますね。ただね、このようにね、ワイヤーもしっかりついてますし、普通にお出かけする際につけても何の問題もなく、ブラジャーとして使えるものだと思います。私はね、ブラトップの代わりに買おうと思ったから、ちょっとここまでガッチリしなくていいなと思ったんですけど、ブラジャーにキャミソールがついてて便利という方は、これを買うのをおすすめします。お値段は4400円なので、普通のブラジャーよりもちょっと安いぐらいなので、デザイン気にしないで機能性を選ぶ方は、これをおすすめします。色はね、黒と白がありました。はい、ということで今日は私のいつも購入している下着の紹介でした。いかがだったでしょうか？胸が大きいとね、可愛いブラジャーも売ってないし、そんな悩みがあると思うんですけども、サイズに困ってる方とかいらっしゃったら、参考にしていただけたら嬉しいと思います。お洋服の動画を出した時も、
ごく稀になんですけど、コメントで痩せればもっと可愛いサイズがあるよとか、太ってるんだからいくらおしゃれしても無駄だよっていうコメントとかもいただくんですけど、可愛いブラジャーをつけてるとね、仕事の効率がはかどったりとか、なんとなくアクティブになれる気がするんですよ。私が可愛いブラジャーつけてもなーみたいに思うこともあるけど、自分の気持ちを奮い立たせるためにこのように可愛いねブラジャーを選んでつけてます。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。どっちゃりレイルがペラかな、これはなモテると思ったのに、全くモテない。ブラジャーって可愛いですね。